今日はですね、議員会館に来ております。同じ時代に生きてきた、まあ戦友ですよ。その方がね、今この奥の部屋でちょっと待ってくれてるんで、早速行ってみましょう。どうぞ。失礼します。はい、あ、どうも。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。あ、どうもどうも。須藤元気です。どうもよろしくお願いします。なんかこう、はい、なんか鍛えてるんですね。いやいや、ちょっとやっぱりこのずっと座ってると疲れるんで、うん、なんかもうちょっと隙あればもうこうやってるわけですね。体キープしてますもんね。いやいやいや、ちょっとマークにはちょっとかなわないな。あれ、鈴木さんとの動画見たけど、ちょっと、いや、すげえ切れてんなと思って。いやでもやっぱり週何ぐらい、週2回筋トレやって、週3回は走ってる。まあ楽しみながらやってる感じですよ。いやいや、はい、じゃあ向こうでいいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあこれを名刺渡そうかな。ちょっと、あ、どうも、すごい元気です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、参議院議員須藤元気。いやいや、肩書きがすごいもん。だってね、いっぱいあるのよ、見てこれ。いや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 、ちょっと、もう肩書きがね、ソムリエでしょ。ソムリエ資格、あとオリンピックのね、コーチングスタッフ。これまず YouTube、 これ YouTube で、はい、まあ YouTube ちょうど始まる10年前ぐらいに、うん、これなんか撮って、うん、はい、なんか、あ、もう10年前にやってたわけですね。もう YouTube ちょうど立ち上げの時に、ワールドオーダーがもうこれ YouTube でやろうと思って、やったから大先輩ですね。10年前、早いね、やっぱり。いや、マサトチャンネル出れて、めちゃくちゃ嬉しいですよ。やっぱ先見の目、先見の目というか、やっぱね、嗅覚がね、やっぱ昔から鋭いと思う。もう現役の時は、とりあえず、マサト選手の後ろにくっついておけば大丈夫だって思ってやってました。いや、そんなことはないですよ。体重ちなみに何キロぐらい？みんなね、これ格闘家あるあるですよ。必ず体重を聞きたがる。体重、いや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 。はい、ちょっとなんか。格闘家ある。76キロ。70? うわ、はい、でかい。いくらですか？いや、僕は70、今、ちょっと太って7、8。でもまあ同じぐらい。だって筋肉と体脂肪の率が多分全然違うと思うんですよ。これ何ですか、この。これなんかちょっと。駄菓子は。なんかあったら楽しいかなって思って。楽しく。まあなんか、楽しい環境で仕事ができればいいなと。なるほど。ちょっとほっこりできるような感じで、はい、やってみます、ね、どこで。でも大変なこともいっぱいあるんじゃない？まあまあまあ大変っていうか、まあもともと政治家になろうと思ってたんで、学生の時から。あ、そうなんだ。そう、うん、学生の時に、もう高校生ぐらいの時に政治家になろうと思って、うん、でそのためには、政治家になるには3番必要って言われて、3番、このカバン、地盤、看板。あのカバンはまあお金であって、でまあ地盤はその地元のあれで、あとこの看板は名前っていうので、そのために格闘技に。で、そう、それでまあ実際、まあなんだろう、強さにも憧れて、でやっぱ格闘家で有名になって政治家になろうって思って、でちょうど始めた時に格闘技ブームが、あ、これ来るなっていうのを感じて。あれ、格闘技始めたのがアメリカに。俺高校からレスリングを始めて、でアメリカに、まあ、大学でもレスリングやって、でそれで渡米して、あっちで逆輸入っていう形で、さっき言ったあの格闘コロシアムみたいな。秋間さん？そうそう、秋間さん。秋間さんだ。はい、その格闘コロシアムって番組は、僕が留学してる時にヒクソングレッシュの取材で、秋間さんがロサンゼルスに来るっていうのをなんか情報を得て、呼ばれてもないのに自分なんかジムとか行って、やっぱりさすがの、ね、なんでもいいから使ってくださいみたいな感じで、バスルッテンのとこですね。そうそう、バスルッテンのとこ、そう、ビバリヒルズ術クラブに取材来て、でそこで売り込んだら、秋間さんが面白いって言って使ってくれて、でデビュー前にその格闘コロシアムって番組でそのデビューを掴んだっていう、うん、あれ、マグいつから始めたの？デビューは18歳で、あ、18か、全日本キックっていうところでデビューして、で20歳までそこの全日本に行って、ただやっぱこうちょっとこのままここにいてもちょっと将来不安だなみたいなでその時に K-1 がやってて、あ、で館長に引き抜かれた感じで、 K-1 にこう出たいなと思ってたら、まあ館長が来るかみたいな
そういう感じで。さすが館長。いやまあ館長もね、やっぱこういろいろこう先を見る目だ、ね、でもキックボクシングの世界なんてすぐ右から左行けないから、うん、結構大変だったんですよ、ね、だから2年間干されたというか。ああ本当に。マックスができるまで2年かかったんで。試合ってやって、いやだ試合はだから久しぶりにやったのが1999年の12月に全日本辞めて、うん、で2000年の5月まで5ヶ月は。あでそれは秋間さんに、うん、たまたま渋谷に行ったら、うん、秋間さん歩いてて、うん、声かけに行ってコロシアム2000出してくださいって。俺もその場で直談判を。えそれで、そう、え嘘だ、本当に本当に本当に、でしばらくしたら OK ってなって。あそうなんだ、そう、でそれで練習場所どうしようって、その時もう練習場所もなかったから、その時もう走ってシャドウしかやってなくて、これじゃまずいと思って、で主催がパンクラスじゃないですか、うん、でパンクラスに昼間場所をだけ曲がりさせてもらったって。それでパンクラス来てたんだ。あなんでパンクラス来てんだろうと思ったら、干されて、わこれなんか意外だな、マークが干されてた時あったんだ。干されたというか、なんか全然なんか、まあ、こう行き場所がなく、あ行き場所がっていうかね。あれその後ケビンさんやって、俺もケビンさんやってたんですけど、トレーナーも一緒なんですよ。一緒になんかトラック走ったりしてたよね。してたしてた。ただ同じフィジカルのトレーナーです、ね、両者リングインして、こう中央でレフェリーの話聞くんだけど、もう目がいっちゃってた。いやいやあれは演出で。いやいやいや、もうでもああいうマインドコントロールもしてたじゃない。あれはもう演出するしかないな。いやあれは本当にね。普段ああいうキャラじゃないけど、もうマー君と戦うときはもう正直あのやっぱ普通でやったら勝てないんで、なんかとにかく気持ち揺さぶらせないと絶対勝てないなと思って、あでも正直あれトーナメントだけど、もうマー君の試合終わったらもう次出んのやめようと思ってたぐらいだから。いやでも本当にね、もうねこれ多分皆さんあの2003年の1回戦のトーナメントの須藤さんの顔を見てもらったら、もうねやばい顔してますから。いやいや今とは全く違う、僕の黒歴史ですから。いやでもあの時に本当覚えてるのが、セコンドに大宮司君がついてて、大宮司君があの目を見た時、これやばい、これ本気で殺しに来てると思ったっていうのを後でね、後で。いやいやいや、バックブロー一発最初にもらって、多分ここら辺でやったらもらってでもこっちもバックブロー出されたらバックブローで返してやろうっていうのが頭にあって、俺もこう返したけど、あの時ねリングの上でね2人しか分からない叫んだ、そんなの当たんねえよってリングの上でね叫んだ。あれテレビに入ってない。僕格闘技の、まあ、いろいろ試合してきましたけど、あのこの荒くれ者キャラクターで戦ったのはマー君だけです今まで。ああいうスタイルで何か煽ることって今までなくて、一応紳士でいようって常に思ってたんだけど、マー君の時はもうとにかく煽って揺さぶんないと絶対勝てないと思ってたから。いやでもあの試合前は一番俺の合わせになったかもしれない、2回目の日本トーナメント。やっぱプレッシャーがやっぱすごいあって、前年のチャンピオンとしてまた今年は世界を狙うっていうの中でもう一回日本トーナメントやらなくちゃいけなくて、でガンガン煽ってくるし絶対負けられないっていうプレッシャーがあって、そこもマークすごいよね。格闘技人生常に結構厳しい戦いずっとやってきてるじゃん。やってきましたね。やっぱその追われる側って相当きついのは、うん、いやきつかったです。やっぱすごい分かるから、うん、そこをずっとやっぱり、うん、逃げずに常にそこで戦ってきたのは本当にねリスペクトしてます。いやでもマックスはまあ正直俺本当に色物的立ち位置で入って、うん、初めて出た時はやっぱりキック始めて3ヶ月だったから、そう、いやだからもう下馬評としては、いやあのいろんなスパーリングをやってる噂とか聞くけど、いや絶対キックできないとかっていう話は聞いてて、だけど1回戦のコヒとやった時にバックブローでまさかのダウンを取ってね、コヒの鼻を折るっていう、もう苦し紛れのバックブローって呼んでるんですけど。いやでも、もうあれも確実に計算ですから。いやいや、もう計算されたこうコヒのローに合わせたバックブロー。いやでも本当にね、マー君とかコヒさんとかいたおかげで本当に乗っかれたから。いやじゃないとやっぱ僕らのこの階級って、うん、テレビに出るってまだ全然ありえない時代だった、まあ、当時やっぱヘビー級でしたもんね。ヘビー級だけだったから、だから本当ね、うん、あの時本当役者揃ったなって感じがなんか、ね、な、引退何年でしたっけ。俺ね2006年の大晦日で、すごい早い。そうですよね、うん、俺もなんかこういきなり辞めちゃったみたいな、あれみたいな、しかも前置きも何もなくですよね、うん、
試合終わった後いきなりあのこの旗をいつもこう掲げて写真撮るんですけど、まあ、そうしながらこう僕辞めますみたいな感じでしたね。今まで派手にやってきたから辞めギアは煽らずさっと辞めようってもう決めていて、うん、だからもう谷川さん動画にも、まあ、とにかくその煽りっていうか TBS 側にももうちょっと煽らないでほしいっていうか言わないでほしいって、うん、引退するとか視聴率取れるから向こうは煽りたいっていうのはあるけど、でもちょっともうサクッとやめようって思って。27歳とか27ぐらいかな。え、もうその後の展望は自分ではもうワールドオーダーもそのとワールドオーダー、うん、まずもう政治家になるって言って辞めるつもり で政治家になるのに、まあ、ちょっと準備として大学院に行って、うん、あの政治行政を勉強をちょうど始めて、で拓大のレスリングの監督にもやっていたので、まあ、同時にやりつつ準備していた時にもともと格闘家になって有名になるかミュージシャンになって有名になるかって2つ、あ、音楽もやってたもんそうだその2つ夢があって、で現役中も CD 一応出したんだけども、うんうんうん、一応オリコン17位入ったんだけども、うん、でもやっぱ結局企画もので、ね、うん、終わっちゃうっていうか、うん、やっぱ格闘職がお互いほら強いとさ、うん、何かやるっつっても結局格闘技のイメージがつきすぎちゃって、うんうん、ちょっとやっぱ難しいっていう部分があって、でそこで、まあ、須藤元気じゃなくて違うグループ名でやろうと思って、うん、で格闘家とちょっとギャップをつけるために格闘家らしからぬ時に、うん、スーツ着て眼鏡かけて筆算かけて、でなんかロボットダンス、うん、でちょうどその時 YouTube がちょうど流行りだした時に、はい、あ、これ YouTube でやればいけるかもって、なるほど、結局結構売り込んだとしても結局企画もので、うんうん、レコード会社行っても「いや、いいね」とか言ってなんか、うん、オープンフィンガーグローブつけて、うん、タイトル「元気でファイヤー」ってやつやらないみたいなこと言われたりとか、うん、なんかそういうちょっと雰囲気で、うん、でも海外のなんか大きな会場でもやってたよね、あれ。そう、うん、でそれでそうマイクロソフトのワールドカンファレンスに呼ばれて、で、まあ、それ結構なんか大きくニュースで取り上げられてたでしょ。そう、なんかそこで基本なんか思うのが日本人って海外で評価されると弱いっていう、なんかその構造を分かってて、うんうんうん、で、まあ、あの YouTube でやれば海外の人見てくれるし、うん、で海外の人見てもらえるならどういうのがクールなのかって考えた時に、例えば日本のたくさんいるアーティストって国内だとかっこいいけど、うん、西洋から見たらこれ俺らの真似じゃんって思ってるのが結構多いと思うので、うんうん、だから本当にハリウッド映画に出てくるような、うん、もうロボットのような日本人を表現しようと思ってやったらうまく当たって、うん、あのダンスっていうのはいつ頃か、だってもう入場の時もやっぱダンスしながら踊ってきた。そう、あれはまあ我流でやってたんだけど。我流で、うん、我流で、で立ち上げるって言ってから始めて、うんうん、だってね、今でこそあれ、まあ、今でもいないんじゃないかな。そうですね、あのダンスで入場してくる人もいなかったし、いやいやいや、あれの練習も結構してたもんね。して、うん、俺あの入場パフォーマンスなかったらマークともうちょっと戦えてきたんじゃないかなと思うんだけどかなりやってたと思う一人だけ入り時間が早かったから、だってあの普通にみんな会場入りの大体2時間前に入って入場パフォーマンスの練習をして、うん、あ、すいません、ここバミっといてくださいみたいな感じでそれで試合するからね。まあ、どっちもなんかこう試合みたいなね、入場も試合、ね、リングの上の2回戦わなきゃいけない、うん、やっぱマー君のように本当に純粋で強く王道でなんかできなかった部分もあるから、どうしてもその付加価値をつけていかなきゃダメだっていう、うん、もう格闘技の入りが全部それで、うん、結局当時総合っていうのはやっぱ無差別だったので、ええ、やっぱり人と違うことっていうのを常に考えてやっていたから、トリッキーなスタイルにあったり入場パフォーマンスやったりとか。だって無差別といえば、だって大晦日のダイナマイトでバタービーンってありますよね。あ、バタービーンあれ体重差何キロですか。150キロぐらいありましたね、バタービーンは、うん、結構、うん、それ決めは足なんか足取って決めて、ヒールホールドで、あれはちょっと自分でも本当に良かったっていうか、ね、うん、終了級で初めて大晦日出たの、うん、一応僕なんで、そこだけはちょっと、いや、これちょうど解説席にいて、なんか事前の試合予想みたいなのがあって、うん、須藤元気 vs バタービーンどうなるか、みんなどっち勝つどっち勝つ出したけど、俺は引き分けっていう風に予想を出して、こう決着つかずに終わるかなと思ってたけど、しっかり決めて、いやいや本当、やっぱあれだけの体重差あると思う、難しいじゃないですか、うん、もうヒールホールドしかないって決めてたんで、うん、こうねじる技なら大きい人でも決まるんで、まあ、立ち技じゃあもういかないけど、どうやっても倒せないけど、でもなんかもう一回なんかああいうムーブメント作りたいね、うん、作りたくない、うん、ああ、ね、うん、ああいった格闘技の、ね、熱感っていうのはもう一度なんかできるような気がしていて、うん、まあ、もちろん今なんかね、あのライジンとかで、うん、ワンチャンピオンシップとかでも、まあ、あるけども、ね、やっぱりあの K1 のあの時代のあの熱狂って、うん、まあそうですね、ないから、でやっぱこう今のトップのタケルとかやっぱ
今のケアの選手のトップの選手たちは僕らのことを子供の頃見て ああいう舞台に憧れてやってきたっていう子たちが多いじゃないですか、ね、一つに本当に誰が強いかっていうような舞台が提供でき、まあ、本人たちもやりたいだろうし、うん、まあ、そういう舞台作ってあげられるのが一番やろうよ一緒にいややっぱ当事者の俺らがやれば絶対できるから、うん、別にお世辞じゃなくやっぱマー君がいないと成立しない部分って必ずあって、うん、やっぱり K1 作ったのはマー君だし、うんうん、でやっぱそこの主軸がやっぱ いる中でやれば絶対になんかもう一回できるし、ね、なんかいいことできるかもねこれねやろうよ、うん、でもそういう ね, な ん, かねなんかそういうなんかニュートラルというか、うん、やっぱ垣根を超えてだからちょうど格闘技振興議員連盟っていうのを作って立ち上げて、今事務局長やってるんだけども、うん、その格闘技をやっぱりなんかもう一回盛り上げたいなっていうか、うん、まあ、自分も格闘技で育ってきた部分があるから、うん、やっぱり恩返ししたい部分もあるし、うん、やっぱその格闘技でやっぱその日本を元気にというか、うん、意外とシンプルだけどなんかできるものだなって思っていて、タケル天心も、まあ、もう今年だろうなっていうやるんであれば、うん、もう来年になったらもうないだろうな。でやっぱその視聴率を考えるのであれば、もちろんそのタケルさんと那須川さんの戦いももちろんそうだけど、もう一個一つあるともっと盛り上がるので、うんうん、思ったのが K1 マックス出た8人がもう一回ちょっとおじさんになっちゃったけど、もう一回トーナメントやるとかそれ全然動けないとか、しょっぱマー君だけやたら動けるみたいな大丈夫、絶対優勝できるから面白いですよね。なんかそれは YouTube じゃないいやテレビでもなんかコンテンツとしては面白いっていうか、ちょっと体育会系 TV のりのなんかそういうなんかワクワク感っていうか、うん、そうすると K1 見てた層っていうかもうやっぱりテレビ見るし、うん、そうするとその下の世代たちもやっぱりコロナが明けてなんかこう、うん、ね、みんなが元気になっていくっていうようなこうイメージではいいかもしれないかな。なんかそういった、うん、一発の別に企画ものでもいいと思うんだよね、うん、一回それでわーっと盛り上がったら後からまたなんか続いていくかもしれないし、うんうん、まあでも本当に今あのマックスができた時みたいにこうやっぱ若い選手たちがこうグラ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 してるよね。なんかこう総合は朝倉兄弟がいたりとか、結構キャラ立ってる選手もいるし、うんうん、だから今やってる子たちにやっぱりチャンスを与えれるような土俵を作ってあげることって大事で、うんうんうん、やっぱ那須川たける戦ももっと前にもできたものだと思うし、うんうん、でもそういった第二のそういった2人みたいなのがやっぱいっぱいいる中でいくらでもスターを作り上げることできるし、うんうん、本当やっぱこう選手のレベルはもうやっぱすごい高くなってて、あ、見てるそうなんだ、高くなってるね。小学生からもうキックで言えばやってるし、総合もやっぱこういろんな技術が入って、本当にレベルは高くなって。そっかそっか、 K1 マックスが見てた世代が親で子供が、基本的に新しいことをやろうとしなくてもよくて、基本的にやっぱ学ぶは真似るから来てるように、うん、やっぱ今 K1 マックスが成功したパターンをそのままやっぱりやればいい。だけのことであって、やっぱりその20年サイクルでやっぱあの時流行ったのって今の若い世代知らないんで、同じその形を持ってくれば絶対にあの、うん、これは勝てる試合というか勝てる興行になると思うんだよね、うん、でやっぱみんなも喜ぶし、うんうん、やっぱり K1 やった時ってまあその全日本新日本とかシュートボクシングとか垣根越えて館長がやっぱ一つに束ねたじゃん、やっぱそれなりにやっぱ代表やっぱみんなこうみんな格闘技の代表癖ある人でしたから、そこをまあよく館長一つにしたなっていうのは、石井館長すごいね、うん、どうしても格闘技ってちょっとグレっぽい色が昔からあるじゃないですか、うん、まあ、それをやっぱこうね、須藤さんみたいなこうクリーンな人たちがやるとまた、うん、多分今その委員会も考えてるんでしょうけど、うんうんうん、まあ、そういうことも、まあ、競馬も今そういうふうに考えてるんですよ、やっぱちゃんとこうそういう組織でやっていくみたいな。なるほどね。マークも次の参議院選出馬どうですか？何突然オファー。突然は。何やってる？いやこれも決まりましたね。急遽、はい、出馬かみたいな。マサと参議院選出馬かみたいな。政治は興味ない。いや難しすぎてわからないもんね。あ、難しくて。でもまあ街頭演説とかも結構やったんでしょ？もう一人で1時間ぐらい平気で喋れちゃうでしょ。いや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 、俺あんまり実はそんな喋るの得意じゃないから
基本的にやっぱりね拳で語ってきたじゃん俺ら非言語ででもまあだから逆にストレスもあるんじゃない、やっぱりこっちでね、そうね、分かりやすかったのがこう多分政治の世界ってすごい難しい問題がいろいろあるだろうから、うんうん、確かに。ただまあ、政治もある意味戦いで、うんうん、まあ、権力闘争だから、まあ、結構基本は一緒で、うんうん、やっぱりその、まあ、3分3ラウンドだったらちょっとスタミナも考えながらどこで勝負するかみたいな、でもやっぱ絶対王者みたいなのがいるわけじゃないですか。絶対王者みたいな政治の世界の自民党さんがちょっとそこに絶対王者絶対王者に対してこうとかあるんだろうなっていう、うん、でもやっぱ勝つ時って結局まあ相手のいかに力を使って倒すかじゃん、うん、なんかやっぱ自分がわーっといったって倒せないのと一緒のように、うん、やっぱりちょっとやっぱ相手の力をいかに使いながら、うんうん、まあでも戦略が必要ですよね。そうね、うん、でまあなんだかんだ言って、まあ、デビューしてまだ2年目なんで、うんうん、そこで自分の力量っていうのは分かって、まあ、無理しないで、でもちょっと無理してみたいな感じで、まあ、参議院はあの任期が6年あるので、うん、まあ、今ちょうど2年過ぎて、うん、まあ、あと4年、まあ、どっかで勝負していかなきゃいけない部分もあるし、でもマー君が出馬してくれて仲間ができていやもう選挙応援で行くから大丈夫、絶対受かるから、ぜひあのスポーツ平和党じゃないけどちょっと第二の、ね、スポーツ平和党で猪木さんもちょっと病院から出てきてもらってちょっとマー君誰か格闘技の人と会ったりしてる？まあでもだから、まあ、このチャンネル始めたら結構いろんな人ね、やっぱなんかそれがなんかいいけど、うん、それまではあんまりないか、うん、でもなんか本当にここ 2,3 年本当に楽しくみんなともう仲良くしようという意識で生きてきてるんで、うん、だからこう本当に仲良くしようよいや仲良くしましょうよ、ね、そうなんかもうねだいぶ丸くなりましたよまるくパパだしね、うん、いや親になると本当変わって、うん、子供が幼稚園とか小学校行くようになると、うん、相手の親との付き合いも自然と出てきて、ああそっかそっか、そこでマサトだよとは言えないわけですよ。あ確かにちょっとやるみたいなことやったらみんなビビっちゃう、うん、うまくやっていかないと。確かにね、そこ大人になったかなと思って。確かにマー君正直コミュニケーションそんな得意な方じゃなかったもんね。今なんかもう自分から喋りに行ってる感じで。本当に、あそれなんかいいね、なんかすごいハードル低いっていうか、うんうん、ほらちょっと怖いっていうか近寄りがたい雰囲気があるけど、なんかだからあえて自分から行くみたいな。それすごいね、いい奥さん持つと違うね。鍛えられた。そんなもんない。なんか、うん、これがきっかけで、なんかこのマサトチャンネルからちょっとさっきのしつこいけどなんか大会やらない。いろんな人の協力を得て、ね、ちょっと飲みながらで、ね、それで大会につなげていくってなると番組としてもストーリー性ができて。多分結構バズるような気がするな、うん、だってマサとコヒってもう一回見たいと思うんですよねコヒさんでかいけどちょっと やたらでかいけどそれだったら武蔵さんやりたがってるあの人戦いたがってるから、ね、あそうなんだ。じゃあ武蔵さんとかも出てもらったら、うん、やっぱ結局このワクワクする感覚っていうのが大事であって、うん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 、でやっぱマー君はそれできる立場の人だから、うん、でやっぱりな本当お世辞じゃなくマー君が動かないと意外と動かないことって多いんで、だからもう裏の操作をやってもらって、うん、俺戦いますよ多分その方がいいんですよ。あこれいい、それあじゃあそういうことですよ。じゃあ僕プロデューサーやりますよ、はい、でこのマサトチャンネルで僕プロデューサーとして就任いたしますそれでそれであのその試合大会までの道のりをあのね、マー君のだったり武蔵さんがちょっと追っかけたりとかしたりとか分かんないなんか絶対これ面白いな。しかもなんかあえて後楽園ホールとかでやりたいな。なんかそういう原点っていうか原点でなんか絶対面白い。ブワッカーを呼んできてブワッカーを呼んできてどうしよう、超強かった。いやじゃあぜひブワッカーも呼んでってくれもないけどブワッカーはでも高いらしい。あでも全然動けんでしょ。格闘技の練習はもう全くしてないから、うん、ただ動けることは多分動けるな、ね、なんか
見たいな、もう一回。企画シリーズ。はい、企画シリーズで。はい、じゃあ僕、プロデューサー就任でいいか。それはまさに。よろしくお願いします。はい、いいですか。いやいや、でも、コーヒーが燃えちゃうやつね。どうも、今日は。今日はありがとうございました。ありがとうございます。